バングラとかやもんね。懐かしいね。もう手ついたやつもかんないやね。こんにちは。エンジンはかかります？エンジンはモーター資源入って4かけ4万3千円、ね、うん、セルがないともきついわね、うん、ここも、うん、農家のプロじゃないけどね、そんな風にやったらね、上等にね、使えたらね、うん、ああぜいぜい言いながらしてるけど、もうほとんど投資が入ってもらうんですか、そう、あと次もらうしね、みんながもう、すごいです、殺到が、この大きいのね、お宅で高級ってことですよ、エンジンのついた、ほんとは車がついたのが、うん、逆に体痛めるんで。だからちょっと待ってくださいね。今送りましたね。結構木材だ。そう。今使いがい。そう、それだけは、うん、なんとか、これは近所の人らが譲ってもらうから、そうか、近所の人らが譲ってもらうから、そうそう、あ、そうかそうか、これは上等やね、まあ、私はヤンマーでこうだな、あ、ヤンマーでこうだな、これは上等やね、よかったら出しましょうか。ちょっとうち今、仮払い機が不足しちゅうんで、まあ、欲しいがですよ。隣のでっかい倉庫は何なんですか？これはね、生姜屋さんの倉庫だ。へぇ、大きい。ここもね。へぇ、紙はしょうがないよ。いや、まだ生姜屋さんが強いね。まだ別にも会社があるけどね。従業員雇って、死ぬところはここからのもんじゃ。えらいね。うん、ありがとう。あれ、これでポンプどこや？ちょっと待ってくださいね。そもそもこれ、あ、ここな、あ、そこか、うん、あ、見えなかった、見えなかった、ありがとう、ありがとう。
ル。アグリアって検索してくれたら出てくるけど、息子さんに YouTube の、YouTube 見せてくれって言って、アグリアってちょっと検索してって言ったら出てくるから。ありがとうございます。ありがとうございました。もしまた何かあったら言うてください。あの YouTube 見せてください。はい、お願いします。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメント、してくれたら嬉しいな。